実際こう職員の車ももう全部みんな流されてしまったっていう、のもありました。当時はこの3階に避難したんですけども、まあ、職員はもう一晩中ここで過ごしても帰れない状態になっています。で、こういった本当に一人ではできないことが、もしかしたらその隣の人と一緒にやれば何かできるかもしれない。で、3人いたらもしかしたら何かできることがあるかもしれない。そういった、絆っていうのはこれからどん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 作っていってほしいし、深めていってほしいし、だそういった、この辺ですね、2つ目3つ目っていうのはこれから生きていく上での自分 の指針になるというか、そういった部分にもなってくるのかなっていうふうには感じてます。